こんばんみ、市村まさきです。ちょっとここ1週間ぐらい新しい動画をアップしていないんですけども、タイトルでも分かるようにコロナに感染していました。まあまああっという間にっていうか、まあ、3日間ぐらい寝てたら治ってしまったっていう、かなり軽症で済んだんで、別になんてことはなかったんですけども、せっかくこの1週間で経験したことがあるんで、より大勢の人に知ってもらった方がいいことが多々あるような気がするんで、音楽とは一切関係ありませんけれども、体温が37度を超えたら、で1番急いでやること、2番発症してから下がるまで、これまあ僕の体験談を喋りながら、あれした方がいいよねっていう話、3番は必要なものについてお話をしていきます。まだちょっと鼻声だとは思うんですけど、そこはご勘弁ください。でまずワクチンを打つ打たないの論争をするつもりはありません。そして、他の大勢の人に有益な情報を、ね、僕が知らないような何かの情報を補足してくれるようなコメントは、ぜひいただきたいんですけども、人を中傷したりコロナ差別とかね、もしくは上から目線のマウントをしたいだけの人の書き込みっていうのは、その書き込みはしてる方側が恥ずかしいんですよってことを分かってください。それの相手をするつもりはございません。あくまでも僕の場合の体験談を皆さんに共有していただくことで、今後僕と同じようなことになった時にね、早めに対処してできるだけの準備をしておくことができるっていうのの参考になればと思います。で今から話すことは感染する前に知っといた方がいい、感染してからあれ買いに行こうって無理なんでっていう、それと去年一昨年と今年はまた多分違ってる、もちろん新型コロナウイルスとオミクロンの違いとかね、あと保健所関係とか国からのお達しがどうのこうのとかね、マンボウのあり方とかそういうのも変わってきてはいるんで、2022年2月21日今は、お昼の12時22分です。ではまず1番、急いでやること、これもPCR 検査を受けられる医院をすぐ探すってことです。あれ、なんか体が熱っぽいぞと、熱があるかもしれんと、熱測って37度超えてたと。それがね、16時なのか17時なのか、もしくは18時ぐらいなのか、その辺結構際どいんで、前もって知っといた方がいいですよって話。まあ、17時っていうのがね、ほんと切れ目。でね、例えば市販されている抗体検査キットとか Amazon とかでも買えたりするんだけども、そういうものを買った方が安く済むんじゃないかとか楽なんじゃないかとかいうふうのはあんまり思わない方がいいです。まあまあ、あのダメって言ってるわけじゃないんだけど、その制度の問題とあまり詳しくは言いませんけども、まあ、PCR の方が的確に結果としては一応保健所とはつながっていくはずではあるんでと言わせていただきますけども、なので、PCR 検査を受けられる医院、それは、まあ、もう発熱外来をやっているお医者さんを最初からもう見つけといた方がいいってことなんですけど、まあ、僕の場合はね、16時半ぐらいにあれ熱があるぞと思って測ったら37度3分あったんですよ。でこれはもう国民の義務として、その自分がこのまま治ればいいなとかいう期待的観測とかじゃなくて、やっぱ義務として PCR 検査受けに行かないといけないと思うんですよ。それはもし陽性だった場合に東京都のその人数が1増えるんだけども、それは申請しなければいけないことだと思うんで、とっととお医者さんを探すんですけども、その前にまずインターネットができるからインターネットを探すじゃないですか。で僕の場合調布市に住んでいるので、調布市発熱外来とかで検索しても、とりあえず、まあ、調布市のトップページが一番最初に出てきて、何らかの電話番号3つか4つと、何かのリンクが出てくるんだけども、ここ実は僕去年も電話したことがあるんだけど、そんなにまあそこだけ、たまたま僕だけかもしれないんで絶対ではないんですけれども、
そこ行ってもあんまりかな、電話してもなんかこうアルバイトっぽい人がなんかこうあれあれなんか質問するたんびにちょっと待ってくださいっつって誰かに聞きに行って返事して、質問するとちょっと待ってくださいっつってまた誰かに質問しに来て、これ自分で調べた方が早いです。すなわちまずこちらドン、東京都福祉保健局っていうところのこのここにさ、ここに各区の、まあ、東京の場合ですよ、この区の PDF で発熱外来を受け付けてるお医者さんの一覧表が出てくるんですよ。で、僕の場合は調布市だから一番下のこいつクリックするとドン、これはい、こういうふうに一覧表が出てきて、で大切なのはその発熱した曜日を見てって何時まで営業しているかを見るわけですよ。もうここで根本的に日曜日祝日っていうのはもうどこもやってないっていうのがもう基本だから、なんかそこがねっていう、なんだろうねっていう、その平日にしか発熱しちゃいけないみたいな、そういうことになっているんだけども、でそれで、すごく多くの、まあ、さっきの電話番号のとこもそうなんだけども、すごく多くのお医者さんは17時で営業終わっちゃうんですよ。だ18時っていうのがあったらちょっとラッキーで、19時まで営業っていうのがあったらめちゃめちゃラッキーなんですけども、僕調布市でこの一覧表を探した結果、まあまあ18時までやってるお医者さんがちょっとあって、でそこに電話したんですけども、まあ、その電話した時点で、17時10分ぐらいでもう営業終わりますからつって断られちゃうんですよ。もしくはもう電話がつながらない、ね、18時までやってるはずなのにもう電話出てくれないっていう。で僕のかかりつけは日頃お昼は発熱外来を受け付けてるお医者さんなんだけど、電話したけども、もう今日は見れませんって言って、で明日は休みですと、休日ですと、明後日もう一回電話くださいってなって、なんじゃそれってことになって、で調布市で結局僕一件も見つからないことになって、まあその時点で17時20分ぐらいになってますよね。ね。んで、うわーと思って、あ、そうだと。かかりつけの医院の調布市以外だとしても別な医院って探して、内科じゃなくって、耳鼻咽喉科が19時までやってるって出てきたんですよ。と思って、で僕診察券持ってるし、で電話したら、あ、来てください、いいですよ。って。え？まあまあ、ある種内科とかそういうところでしかやってないのかなと思いきや、まあ耳鼻科でもやっていると。そうして19時までやってたっていうお医者さんをより早く見つけないとってことなんですよね。でまあ歩っていくか自転車で行くか自家用車で行くかっていう選択しかなくて、タクシーとかバスとか電車に乗ってきてはダメですよということで、じゃあ今から行きますってその計算して、じゃあ18時20分に来てください、で行けたわけですよ。ここまでの話でとにかく17時超えてからでも受付があるのかどうかは前もって見つけといた方がいいってこと。でそれは自分のまずかかりつけのお医者さんで、ね、すごくいい先生がいそうな医院を見つけといた方が、それはもちろんそうだよねって話。とにかく PCR 検査をすぐに今日中にやってくれる医院にたどり着くってことが大切です。ということで、で、2番、発熱してから下がるまで。これ、まあまあ、発熱したのが15日火曜日の夕方の、まあ、17時ぐらいで、37度3分あって、でそこからの一覧表で今日までの体温の一覧表なんですけど、まあ、37.3 度の時に、もうすぐに PCR 検査を受けに行こうって決心したから、かなり楽だったっちゃ楽だったんだけども、まあね、普通の診療室とか待合室には入れずに、まあまあ僕は自家用車で行ったので、自家用車の中で順番待ちして、で、ね、鼻の中のガーってやつやってもらってっていう、まあなんだかんだでその PCR 検査自体を受けたのはもう18時40分ぐらいだったんだけども、
なんか小学生の子、僕の順番待ちの前の子は小学生で、なんか熱が38度以上ありそうな男の子で、ちょっとかわいそうだったなっていう、そういうのを見てたりとかして、でまあまあその結果は多分木曜日、3日後に結果が出ると思うんで、そしたらそのお医者さんが電話くれるか、保健所から何らかのメッセージが来ますということで、あそうですかっつって、家帰って、まあ、そっからは一応外出禁止ってことになるよね。である程度の風邪薬、通常の風邪薬、トラネキサムっていうのと、カルボシステインっていうのと、アスベリンっていうの、アスベリンね、アスベリンっていうの、これがまあ通常の風邪の熱冷ましみたいなやつと、あのね、こう咳を止めるみたいな。でカロナール、カロナールっていうのはよっぽど痛い時とかよっぽどしんどい時だけ飲んでくださいっていうやつ、まあ名前はよく聞くじゃないですか、ワクチン打った後のための対処するようなやつとか。で結果的に僕カロナールはほぼ飲まなかって、さっき言った3つの方の風邪薬だけである程度治っちゃったんでっていう、かなり軽症だったからラッキーでしたって感じ。それで16日水曜日に、まあね、2時間おきぐらいに熱測ってったら、38度超えて、39度になったり、もう一回38度に戻ったり、39っていう、それ繰り返してんだけど、咳は出ないし、何、喉も痛くないし、まあ、熱はあるよね。っていう感じで、いろいろね、後で説明する熱を、なんとかするグッズとかを使いながら寝てて、そんなしんどくなかったんで、まあ携帯で NHK オンデマンドとかのひよっこっていうドラマ見てたりしながら、まあまあ詳しいことはまた後で説明しますけども、17日木曜日に38度になって、まあ、39にはいかなくなって、18日金曜日37度、もう下がってきますよね。で金曜日の朝にその耳鼻科の先生から電話が来て、陽性でしたよと。でこっから、まあこっからっていうか、まあまあ一昨日から10日間は外出禁止だけども、なんか大丈夫ですかみたいな話するんだけど、いやもう熱下がってきて、今37度まで下がってきて、もうこのまま治っちゃう感じはしますと。あそうですかと。まあ今から保健所に連絡して、その保健所から市村さんに連絡が行くんですけども、まあ、その保健所が何をしてくれるとかっていうのは、まあ、ひょっとしてあれなんでと、あれなんでということで、もし何かあったら当院に電話してきてくださいねって、すんげえ優しい先生だなっていう感じ、ああそうですか、分かりましたつって、また金曜日も一日寝て過ごしました、まあ、この時点でひよっこっていうドラマ最終回まで全部見終わりましたで19日の土曜日朝、もう36度8分、もう平熱ですよね、平熱で、朝10時に携帯のメッセンジャーに、厚生労働省からなんかメッセージが来て、で、接触確認アプリココアっていうね、アプリがあるんですけど、それに登録してくださいっていうリンク先だけが送られてきて、で、まあまあまあ、じゃあやってもいいかなと思ってココアをダウンロードして、で、登録しようと思ったら、あなたは登録できませんっていう風になって、なんやこれっていうでその後も、もうそのココアをダウンロードして登録しようとしてもダメだって言われてるのに、一日に何回も何回も同じリンクが厚生労働省から送られてくるだけで、一日終わりましたと。で、20日の日曓日、36度5分もう平熱ですよね、これ昨日ですね、昨日。それでまあもう別に寝てもね、布団に入ってても無駄だし、起きてパソコン触ったり、テレビ見たりしながら過ごして、で21日月曜日、今日です。今日の朝測ってももちろん 36.5 度ですと、もう平熱ですと、まあ、とりあえず治っちゃってるよねの今日この時点で、ね、火水木金土日月1週間経つんですけども、まあもちろんその陽性だっていう結果を受けてから4日目。まだ保健所から何の連絡も来ません。はい。はい。これが現実。だからその点が去年と今年はまた違うかもしれないっていう点と、まあ保健所さんを責めてるわけじゃないんだけども、まあ、足りてないんだろうねっていう。もう追いつかないんでしょうね。
保健所さんがやらなければいけないこと、連絡網みたいなものがさ、もちろんその働く人たちの中にも濃厚接触者がいたら自宅待機になるわけだし、そもそもの職員の数とかさ、そういうのが足りてないんだろうなっていう、結局保健所 に情報が行って、保健所からこっちに何らかの連絡が来て、それに僕が返答しない限り、フォローアップセンターっていうのがあるんですけど、そのフォローアップセンターからも何も来ないわけですよ。だから何のフォローアップもされてないまんま、もう4日経ってるってことで、そのフォローアップセンターってのは根本的に何してくれるのっていうと、パルスオキシメーターとちょっとした食材を送ってくれるらしいんですよ。人から聞いただけで。なんだけども、僕は、もともと前に、去年からこう、なんとなくパルスオキシメーター買っていたので、別にそれはいらないっちゃいらないっていうか、これがね、いつ測っても同じ97っていう数字しか出ないんだよね。本当にこれ役に立ってんのかいなっていう。まあまあね、僕よりも重症になってる人にとっては大切なんだろうけども、そしてもう治りつつあるし、一応食料の確保ってのはもともと僕は別に、あのね、東京関東大地震があってからというもの、一週間程度生き延びられるだけの食料は蓄えてあるんで、もしね、保健所さんとつながって、で、フォローアップセンターがお弁当を送りましょうかって言ってきても、僕はまあ、いらないですと断って、それよりも、僕よりももうちょっと大変な、重症に近い、まあ、重症だとさ、救急車呼んで、で、またそこからね、病院が決まるまでとかさ、ものすごく長い道のりがあるはずでね。で、僕言うほど軽症でもなく、かといってもうすぐに入院しないといけないほどの重症でもなくって、中くらいのね、すっげえ重症ではないけど、一日中咳が出て喉が痛くて、で、食料もないですっていうままの人がさ、一番ほかっておかれる状況下にありますよねって。だから僕なんかは軽症だから、はい、お弁当いいですいいですと。もうとにかくそれを必要としてる人に先に回してくださいと、もう俺フォローアップもしてくんなくていいですっていう、そんな感じですね。はい、では、3番の必要なものっていうのの話をしながら、対策みたいな、あれするといいよみたいな話をしていきたいと思います。まあ、そもそもコロナになる前からね、僕はまあこのチャンネルではね、ギターの指板のために、木材のために、とにかく加湿器は持っといた方がいいよっていう、これ系の、これちっちゃい加湿器なんだけど、僕寝室にはもっとでっかいこんな大きい加湿器セッティングしてあるんで、まあ、加湿器は5台ぐらい持ってるんで、まあそれは常日頃からコロナにならなくても僕は買っといた方がいいよと思いますよと。で、あと暖房なんですけども、普通のエアコンよりもできればオイルヒーターの方が助かってます。暖房だとね、結構鼻の穴の乾き具合に関係してくるっていうか、まあ、その鼻のね、何がしんどいって咳もしんどくないし、熱があったって別に普通にパソコン触れるしね、そんなしんどくないんだけど、強いてしんどいことがあるとすれば、夜寝てる時の鼻の穴の奥がツーンとなんか痛い。だから加湿器はすっげえ必要ですと。当たり前なんだけど、どなたもティッシュは買ってあると思うんですけど、ティッシュなくなりそうな人は買っといた方がいいよと。で、一応ね、ゴミ箱を鼻かんだりする時のティッシュを捨てるゴミ箱とか、もしくは誰かと同居なさってる人がいる場合、一人暮らしじゃない場合は、ゴミ箱を分けといた方がいいっていう話です。続きまして、熱対策。これね、保冷枕ってやつ、アイスノンみたいなやつ。あれね、まあもともと僕買ってあったんだけど、買っておいた方がいいと思いますよ、本当。あの、まあ今から説明するやつって、もちろん全部好みなんで、僕は全部使いましたけど、好みなんで、でもコロナになって発症してからは買いに行けないから、その前に買えるんなら買っといた方がいいよって話なんですよ。例えばうちの近所の松清でね、先週ね、アイスの売り切れてたんですよね。だからまあ買い占めるっていうことは良くないんだけども、まあまあ、アマゾンとか使ったりもしながらも、
買っといた方がいいとは思います。できれば2つ。1個使ってる間に1個冷やして、交代制で使っていくために2つ。あと、ちっちゃい保冷剤。例えばケーキ買ってきた時についてるような保冷剤。あれを冷凍庫の中にしまっておく。あるいはタオルに挟んで、こう、おでこに巻いとくと気持ちいいです。あと、大人用熱さまシートってやつ。子供用だけなのかと思ったら大人用も売ってるんですよね、あれね。まあ、剥がれやすいけど、まあ気持ちいい。夜寝るときに上向いてる間だけは乗っけときゃ気持ちいいよねっていう。うん、まあ、濡れタオル巻いてった方が手っ取り早いっていうのもあるけどね、と。そういう意味ではタオルが数枚必要ですから、例えばね、まあその、なんていうの？まだ若き青年の、ね、東京出てきたばっかりの18歳で独身ですみたいな人は、タオル1、2枚しか持ってないかもしれないけども、4枚、5枚はいるよっていう話。あと、ポカリスエットみたいな飲み物、500ml 系のやつ、10本ぐらいあった方がいいですね。で、結構大切なのが、ホカロン。まあ、ホカロンっていうメーカーのその商品名じゃなくてもいいんだけども、T シャツの上にこう貼るだけのやつを、腰と背中の首の下の2箇所に毎晩貼って寝ると熱が下がりやすいです。すなわち、こっから上は、首から上は、顎から上は冷やして、背中の首下の裏だけ温める。と、熱が早く下がっていくっていう。それはもう何年も前からそうしているんでっていう。次、喉と鼻の対策。さっき言ったように鼻が一番痛いんですけどね。この辺は好みですよ。僕は好きですっていうのが、ビックスベポラップって喉に塗るやつ、指で。まあ、指で塗ると指を洗いに行かなきゃいけないからめんどくさいから、こう、チューブ型のやつの方がいいんだけどって。で、これはね、昨今買えるのかどうかよく知らないけど、大昔だったら、新ブロン液。ね、売ってる割にはなかなか売ってくれないみたいな、なんかが入ってるっていうやつ例でしょうね。うん、で、喉スプレー。もしくは喉飴、うん、それでベビーオイルと綿棒、これが意外と鼻が痛いんですよ、鼻が。ほんで夜寝る前に綿棒にベビーオイル塗って鼻の穴の中をオイルで湿らすんですよ。これギターのローズシバンと同じ扱いなんですよ。それで、まあ、3日も寝ていると、もともと腰痛がある人はもちろん、腰痛がない人でも、もう腰が痛くなってきて、まあ、事実上ね、運動不足っていうか、散歩すらしてないからさ、ね、なんかふくらはぎがムンムンしてくるし、腰は痛いしっていう、もう一本別の、市村トークっていうチャンネルの方で、腰痛グッズをいろいろ紹介してるんですけども、腰痛グッズいっぱい買っといてよかったっていう感じ。まあ、特に、腰痛ベルト。腰痛ベルトが久しぶりに役に立って、腰痛ベルトのお腹にするんでもなくって、お腹にっていうか腰に腰痛ベルトするんじゃなくて、かなり下の方、ケツの横に腰痛ベルトをすると楽になります。で、オンシップ。これはもともとはね、まあロキソニン系とかさ、去年は腰痛のためにいろいろ実験してたりはしたんだけども、まあ、安いやつって肌が荒れるからあんまり良くないのと、かといって高いやつは暑すぎて、なんか暑すぎるじゃんっていうね、そういうのがあったりするんで、まあ、適当な、ある程度テレビ CM とかで名前聞いたことあるようなメーカーのを、一日中っていうよりも、まあまあ、ある程度貼っとくっていう感じ。まあ、なんやかんや言って結局僕は EMS マッサージ機系、こういうやつが、もう買っといてよかったって感じがしますよね。これ二つ持ってるわね、俺っていう。ね。うん。で、続きまして、コンセントの確保っていうか、コンセントものって感じですね。こう、USB で何かを充電するものっていう。こういうものってことですね。寝室のベッドの枕元に届くところにこいつが必要ってことです。
まあ、もちろん今のこのマッサージ機を充電するためのケーブルとかもね。それで今回ね、これ持っててよかったっていうのがこれ、携帯立て。携帯立てっていうかどうか知らないですけど、これ今この形にぐにょぐにょに曲げてこういうふうにしてあるんだけど、こうやって iPhone くっつけて、こうやって置いとくと、寝るでしょ？で、枕があって、枕の上に頭を置いて寝ると、ちょっとこれ斜めにするのがコツなんだけど、これでなんか動画とかを見ながら寝ることができるっていう、こいつがめちゃめちゃ持っといてよかったもの。100円ショップで300円とか500円で売ってるやつだと思います。それと、CD ラジカセ。まあ、僕よりしんどいっていう人はいらないかもしれないけども、まあまあ、目はつむっていたいと、でも、一日中は寝てられないと、まあそういう場合には CD ラジカセないよりあった方が、ちょっと気が紛れるというか、寝ようと思って目つぶってる時も、頭の中でなんか考えちゃったり、音楽が鳴ってたりするんだったら、音楽聴いちゃった方が早いよ。で、なんでか知らんけどね、うちのマンションね、ラジオがね、すごい受信状況が悪くて、でアンテナ付きのこういうやつなんだけどね、なんだろうね、ラジオが入りにくいマンションって今時はあるんかいねっていう。で、こいつ面白いんだけど、今時の面白さ逆に、カセットテープ聴けるってやつなんだけど。まあまあ、そういう意味でコンセントが1個だけじゃなくて3つか4つ必要ですよって感じ。で、もう一つ、食材確保。これは若い人たちの方が、まあ、もうできてるかもしれないんだけども、ね、50超えてるようなおっさんたちからするとって話で、まず調べといた方がいいよっていうのは、自分がよく行くスーパーマーケット、近所のスーパーの配達システム、っていうものがどれぐらいあるのか。家から注文して家に運んでくれるようなスーパーの配達システム。僕の近くだと、ライフっていうスーパーがそれやってるんですよ。で、それを調べていくことと、まあ若い人たちは、ウーバーイーツとか出前館みたいなのを注文する方法の術を知ってる人が多いと思うんだけども、その、ね、普通に出前取りゃいいじゃんって思いがちなんだけど、出前っていうのは、で電話して何か注文して届けてもらってお金を払うために配達の人と接触しちゃうわけでしょ。でそれはお金のやり取りはしない方のシステムが Uber Eats とか出前館。ネット上で払うなりなんかその金額は払ってしまって食材は玄関に置き配してってくれるようなシステムの方が重要になってくるんで、前もって調べといた方がいいですねっていうことです。はい、ここまでが僕が実際に必要だったもの、使ったもの。だから皆さんからすれば、発熱する前にね、自分の好みですけども用意するべきものは用意しておいた方がいいよっていうアドバイスになっているかと思います。でもちろんね、その一人暮らしの人と同居人がいる場合はまたちょっと変わってくるっちゃ変わってくるけども、一人誰か、家の中に同居しているうちの一人誰かが陽性になった時点で、それ以外の同居人全員濃厚接触者になるわけですから、その時点で全員スーパーに買い物にも行っちゃいけないってことになるんですよ。と、その前にもう買っとくべきものは買っとかないといけないと。で、根本的に、その、陽性になった人は、発熱して家から一歩も出ないっていう状況下を10日間外出禁止になります。で、それの、その、外出してませんよねっていう日をスタートとして、同居人の濃厚接触者は7日間外出禁止になります。これは陽性が決定した日からじゃなくって、PCR 検査を受けに行って帰ってきて、その、1日も家から出ない日っていうのが10日間ってことです。だ僕の場合だと、陽性の連絡が来た金曜日から数えるんじゃなくて、もう水曜日から寝込んでるんで、水曜日から数えて10日間。ってことは、水、木、金、土、日、
で今日が月、火、水、木、金、今度の金曜日が来るまで外出は僕はできないということですね。はい、まあそんな感じで、まあまあ僕自体はかなり軽い方だと思うんで、もうちょっと僕より重い人を優先してさ、ね、保健所にも動いてほしいなとは思うんだけど、保健所から一切何の連絡も来てないっていうのが現状だから、ね、誰かを頼るんじゃなくて自力で何とかするっていう力も必要ですよねっていうことなので、発熱する前に知っていただきたいなと思って今喋りました。ほいでまとめとしては、かかりつけのお医者さんが発熱外来をやってるかどうか、でそれは別に内科とは限らないし、調布の人間は調布のお医者さんに行かなきゃいけないわけでもない、隣町のお医者さんに行ったっていいってことと、重要なのは一日の平日の夜何時までそれをやって受け付けてくれるかを調べておくってこと、そして買い占めない程度のある程度のグッズは、まあ、ちょいちょい買い集めておいた方がいいですよねっていうこと、そしてスーパーマーケットとかの配達システムや、まあまあなんとなくウーバーイーツや出前館は、まあ1回ぐらいは使ってみておいた方がいいのかもしれないっていう気がしますねと。はい、最初にも言いましたけれども、単に上から目線でマウント取りたいだけのコメントは無視させていただきますけども、何らかのもっとこういう情報もあるよみたいな、去年の話はあんまり去年と今年違うからねって、で実際僕はオミクロン株なのか、それとも去年までの新型コロナウイルスなのか、どっちか分かってないんですけども、多分オミクロンだと思うんだけども、軽いしねっていう、で去年2回ワクチン打ってるって、そのおかげでちょっとした安心材料にはなってますよね。でまあまあ別に1日目2日目から、まあ、2日目で、あこれダメだと、陽性だわって自分で分かりますよね、もう39度超えた時点でね。去年は外耳炎で熱が出て39度まで行ったけど、今回は2日目に外耳炎の耳が膨らまなかったから、あこれは陽性だって自分で気がついたけれども、今喋った中で何か足りてない情報で、こんな情報あるよ、でもちろんその東京都とまた各県都道府県では違うこともあるかもしれないけども、何かそういうことがあったらコメントくださいと。まあ僕側としては、来月の3月上旬に3回目のワクチン予約してたんだけど、それは多分僕は1ヶ月後ろにもう1回予約取り直しして、発熱が終わってから1ヶ月空けて3回目のワクチンをもし打つなら、うちに行くなら1ヶ月の延長を申し込まないといけないってことと、で僕はこんで1回はとりあえずオミクロンだと思うんだけども、抗体ができていくと、もうだんだん今抗体ができつつあって、なんだけども世の中にはコロナに2回かかる人がいるっていうんで、今後もまだマンボウを守っていろんなことは自粛しながら、まあ、たとえ友達としてもマスクなしで喋るっていうのはやっぱり良くないよねと、もちろんという。あと何か言っとくことがあるとすれば、まあ保健所から連絡来てないから何ともなんだけども、その何どこで感染してしまったのかなんて分かんないですからね、それはもうそんなのは特定しようがないし、かなり気をつけて生活しててもスーパーマーケットぐらいは行くし、散歩ぐらいはしに行くと、その中でどこで感染したんでしょうの可能性は分かんないです、それは。そして保健所側もあんまりそんなにそれは調べようがない、およびそれ調べてるくらいだったら今かかって治療している人たちにフォローアップをしてあげることの方が優先してるんだろうかもしれないっていう感じ。うん、あれはしない方が良かったんじゃないとか、そういう問題じゃないんで、まあ、気をつけててもかかっちゃうことはかかっちゃうんだから、まあまあまあこの話を聞いてより気をつけるっていただくってことも必要だろうし、前もって準備して買っておいた方がいいものは買っておいた方がいいかもねっていうことの参考にしていただければ。
ちょっと追加します。今、動画の編集をしている最中に、調布市のフォローアップセンターから電話がかかってきて、で、何かお困りのことありませんかと、食事を提供したり送ったりっていう、そういうのもありますという電話が来ました。で、けれども僕はもう治りつつあるんで、ほぼ治っているんで、もうちょっと大変な人に優先してあげてくださいと、何もいれませんというお返事をしました。で、保健所から何か連絡来ましたって言われたんだけど、いや、何もないですと。一切ないですと。あ、そうですかと。で、何かあったら保健所に電話するってことになるんだけども、その保健所すらも電話はつながりにくくなってると思いますよって言ってて、じゃあどうし、ね、まあ、重症化してないからいいけど、重症化してる人大変だよねって、思ってる、そんな感じ。で、あと一個言わせてたのは、僕、たまたま、友達に聞いて、先月、ペイペイコロナ保険っていうのに加入してたんですよ。携帯の、まあ、ペイペイを使ってる人が、その中で、その時僕安かったんですよね。半年間1000円の加入料っていうので、保険に入れたんですよ。だから、この後、ね、どっかで僕は陽性でしたっていう、証明書を、まあまあ、そのお医者さんか保健所かどっかに発行してもらった、その証明書の写真を撮って、ほいでペイペイ保険に送ると5万円もらえる。今んとこらしいです。まだ実際には手続きしてないんで、わかんないんで、またその手続きが終わったら動画撮影してもいいですけれども、まあ不幸中の幸いっていうか、ね。それでまだお弁当までもらおうなんて、そんな、ね、ね、っていう感じで。まあまあ、本日は月曜日で、夜の10時から一応喋るつもりでいますけども、喉が疲れてきたら、まあ、やめちゃおうかなっていう感じで、皆さんも気をつけて、ね、ね。強いて言えばですよ。強いて、本当に強いて言えばなんですけど、先週の土曜日散歩中に一回ね、なんかその辺の公園の公衆トイレでおしっこしたんですよね。あれがね、あのトイレ消毒って思わんでもない、思わんでもない。まあ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 、こう家でも外でもなるべく鼻くそをほじくったり目をかいたりしないように、公衆便所はちょっとやめといた方がいいっていうのもアドバイスさせて、わかんないけどね、わかんないけど、うん、ということで、みんなも気をつけようねってことで、じゃあねー。